モハンマドタギー・メスバーフ・ヤズ・ディー。モハンマドタギー・メスバーフ・ヤズ・ディー。マハミド・トッキー・メスバー・ヤスディー。1934年隊は、イランのシーア派12イマーム派の裏マーで、政治家。アーヤトラー。ヤズド出身。マフムード・アフマディ・ネジャード大統領の宗教面での助言者とされ、最高指導者を選任する、専門家会議の構成員の一人である。メスバーフ・ヤズ・ディは、 西側世界からの完全な孤立を支持しており、またクルアーンについては厳格な解釈をとり、これ以外は廃墟的なものとしている。1979年のイランイスラーム革命の価値観への復帰を提唱し、改革派の活動に対しての反対ものとして著名。核兵器使用のイスラーム法的合法性については、言明していない。メスバーフ・ヤズディは、 殉教的な活動のあり方を承認して、次のように言う。イスラームとウンマ、イスラーム共同体の保持が、殉教的活動にかかっているならば、それは容認されるのみならず、義務でさえある。これは、多くのシーア派大学者、マルジャエタクリード、例えばアーヤトラーサフィーゴルパーアイエガーニー、アーヤトラーファーゼルランキャラーニーが、そのファトワーで明確にしていることである。 モハンマドタギー・メスバーフ・ヤズ・ディーは、初等、中等教育を、ヤズドで受けた後、ゴムに移って、フィクフ、イスラーム法学に関する教育を続けて受け1960年に、卒業した。ゴムでの死では、アーヤトラー、ホメイニー、アーヤトラー、モハンマドタギー・バフジャト・フーマーニーが、有名で、影響力を持つクルアンの解釈書、タフシール・アルイコール・ミザーンの著者であるアーヤトラー、 アラーメタバータバーイーにも教えを受けている。イスラーム革命以前に、メスバーフヤズディは、復讐と題する雑誌の編集長となっている。モハンマド・タギー・メスバーフヤズディは、強行原理主義派の精神的指導者である。改革派のモハンマド・ハータミーが大統領に当選した1997年以降、メスバーフヤズディらの一団は、改革に対し、率直勝つ時に、 激烈な批判を行った。2003年に改革派が隊長に入ると、地方選挙及び議会選挙で勢力を拡大。2005年の大統領選挙では、マフムード・アフマディ・ネジャードの出馬を支持した。その後、専門家会議選挙への準備を支持者らに話す中で、たとえ、我らが大統領職を獲得したからといっても、本当の権力は別のところにあると述べている。これは、 大方から、最高指導者職就任への布石と捉えられた。しかしながら、同選挙で、メスバーフ・ヤズ・ディの党派は、敗北、専門家会議は、現実主義よりの保守派の手の内に残ることになった。アーヤトンラー・メスバーフ・ヤズ・ディは、ハッガーニー・イバツ、イランにおける有力シーア派学派の評議員で、イスラーム法学、クルアーン解釈学、進学、イスラームに関わる、 諸問題についてなど多くの著書を持つ。また、ゴムのエマーム、ホメーニー教育研究所評議員、専門家会議議員、次に、テヘランの金曜礼拝において太場前の説教を担当することがある。1997年6月に当選した、モハンマド・ハー・タミー前政権下で、メスバーフやズディの学生らは政権への批判勢力として重要な役割を果たした。 その結果、メスバーフ・ィアズディの名はたびたびメディアに登場して知名度を増した。2005年の大統領選挙では、マフムード・アフマディ・ネジャードを支持するファトワーを発し、その後も、たびたび大統領と会見を持っている。2006年12月には、こういうラマーが、アリー・ハーメネイ後の次期最高指導者候補を選任する専門家会議に当選している。ア,イアトメスバーフ・ズディは、 イスラーム共和制からイスラーム体制への転換を求める。1979年のイランイスラーム革命の理念への復帰を主張し、イランにおけるイスラーム原理主義の指導的理論家であり、ハータミー前大統領はメスバーフヤズディを暴力の理論家と評したことがある。改革運動には反対の立場であり、イスラーム政府は戦わなければならない。 すなわち人を欺く思想の注入は、エイズウイルスを注入するようなものだからである。と述べ、また留学後に体制に疑義を呈するイランの若者は、外国の大学による心理戦に影響されてしまっただけだとも言う。多言主義にも反対の立場であり、イランイスラーム共和国冒徳法に基づきハーシェム、アーガージャリーをイスラーム冒徳の罪による処刑を要求している。 メスバーフヤズディは、イスラームの正常を恥かしめるものがあるならば、イスラームはその血が流されることを許容しており、これについて法廷は不要であると考えている。またイスラームの名による、奴隷制と攻撃は正当化されるとの立場であり、イスラエルに対する自爆攻撃も支持する。2006年2月15日には、メスバーフヤズディの有名な弟子も不戦ゴルーリー委員が、核兵器の使用も、 宗教的合法性を持ちうるとの発言をした。核兵器については2005年、最高指導者、アリー・ハーメネイが、核兵器の製造、備蓄を禁止するファトワーを発している。メスバー・フヤズ・ディは、原理の古事を好み、次のように言う。イスラームの新しい解釈があるというものあれば、そのものの口に靴下を、博よ。しかしながら、メスバー・フヤズ・ディは、マルジャではなく、 またゴムの裏マーラの多数から指示を受けているわけではない。ワニ教授というあだ名を持つ。これはワニの姿をした研究者が尾でジャーナリストを締め殺している漫画に由来する。漫画はニーカーハングコーサルの手になるもので、裏マーによる表現の自由への抑圧を風刺したものである。ペルシア語でワニはテムサーフでメスバーフと意語等しくする。作者は この表現により逮捕習慣された。インターネット上で広がる噂に、アーヤトンラー・メスバー・フヤズ・ディが、ホッチャティエ集団の最高位人物であるというものがある。メスバー・フヤズ・ディはこの噂を非難し、自分とホッチャティエの関係を持ち出す者がいるなら、その者が支持する全てを非難すると言っている。ホッチャティエは、アーヤトンラー・ホメイニーが不快感を示し、 名目上1983年に解散されたものの、密かに集団を維持強化し続けたと言われる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。